皆様こんにちは。今回は Android の電卓アプリで履歴を表示する方法をご紹介させていただきます。 Android にインストールされている電卓アプリは2017年1月末のバージョン 7.2 アップデートにおいてこれまでの計算履歴を簡単に表示できるようになりました。これで誤って消してしまった計算などを過去に遡って再確認することなどができます。電卓アプリで履歴を表示する方法は簡単です。電卓アプリを起動して表示される計算結果部分を下にスワイプするのみで表示されます。現在計算中の場合は現在の式も画面下に表示されます。履歴は日付ごとに区切られるので日付を遡って確認する場合に便利です。また履歴の計算結果を長押しすることでフリップボードにコピーできるコピーや MS、M プラス、M マイナスのメモリー機能の項目も表示され利用することができます。このほか右上のメニューアイコンをタッチして表示される削除をタッチすることで履歴を消すことも可能です。計算履歴の表示機能は何気に要望している方も多かった機能かと思います。その機能がようやく利用できるようになったのでぜひ試してみてください。以上 Android の電卓アプリで履歴を表示する方法のご紹介でした。